やっとコインロッカー空いてるところ見つけました。10カ所ぐらい回ってやっと1カ所空いてた。すごいわ。画面の内容に従って IC カードをタッチしてご利用証明書を発行します。ご利用証明書をお取りください。ね、ご利用ありがとうございます。これでオフ会行ける。今14時です。オフ会の待ち合わせ場所の西柳公園にやってきました。ここでね、15時にオフ会の待ち合わせをしています。みんな来るまでね、ゆっくり待ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。広げの人がいた。はいはい、はい、どうもありがとうございます。これすごい。ありがとうございます。あ、これ入れてやるんですね。はい、ありがとうございます。そのちょっと使い方があるので、はい、いっぺん説明書ちゃんと読んでごらん、はい、で、これ2リッターまで新幹線持ち運べるらしいんで。2リッターまで、はい、あのこれ大丈夫。はい、この横にはやっぱり RG の。あ、すごい。これは RG、はい、RG ガンダム、これすごいやつじゃないですか。これは普通にあの割って売ってます。あ、割って売ってます。はい、ありがとうございます。使わせてもらいます。はい、いただきました。ありがとうございます。これ、もちろん。あ、ありがとうございます。あ、行くんですよね。ありがとうございます。感動。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございます。いやいや、どうも。ありがとうございます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 。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。広げてますよ。はい。めっちゃ。ありがとうございます。じゃあ僕からあの、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました。広げてもらってもいいですか。ハンダオンです。やりました。はい、どうもありがとうございます。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 番組やね。見て、奥さん見て、ありがとうございます。今日どうもありがとうございます。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 すごい。ブラック。ありがとうございます。じゃあ。ここがオフ会の場所です。5階の東北商店でオフ会します。東北商店、今日どうも皆さんご参加ありがとうございます。名古屋オフ会で8名全員揃って無事開くことができました。ありがとうございます。乾杯。乾杯。お願いします。お願いします。じゃあ、はい。あ、うまい。生うまい。見る目は長いんですか？海鮮系ばっか。結構長いですね。私は23年、24年か。24年くらいやってましたけど。30年。長いですね。当たり現場。当たり現場。当たり社内で先天の差し出しとるんで、当たりも外れも、今は外れ。今は外れ。時間的にはね、いっぱいありますよ。夏と冬の、
何値段も時期ですね、早出と外帰りっていうのがあるから、早出あるんね。で、宿直が今の現場ないから、はい、うん、あ、宿直ないですか？ない。あ、じゃあ稼げないですね。宿直手当ではないと。本当に、あの、名義出さなきゃなくて、そんだけですね。あ、でもなんか、なんか飲みますか？名義出してるんだけど、その手当は。あ、で、あ、名義って、なんか、じゃあ、電源差しとか取ってですか？あ、はい。あ、すごい。電源差し取ってですか？すごい。だけど今、認定、電気化出ると認定でバカバカ取る今時代になっちゃったから価値がどんどん下がってます。東京全然足りてないですよ、私の会社なんか。前行った会社なんか電気ね、貴重な存在ですよ、電気参集の選手は。今結構そういうの会社だといっぱい持ってるし、もいいとこはだいたい資格手当で、まあ、3万とかね、登録手当とかね。そう、うん、串焼き盛り合わせ、うん、牛タン炒め、おいしそう。一番バズってるのは転職。あ、そうですね。すごいですよね。転職多いですか？転職多いですか？僕はあんまない。あんまない、ね、あんまないから見ちゃう。結構やっぱりためになるんですよ。簡単に就職しちゃいけないし、簡単に辞めちゃいけない。やっぱ話面白いね。えいひらです。あ、えいひらです。えいひら。あ、はい、どうぞ。給料がいいってだけ入ってみて、あ、失敗したなとか、それじゃ遅いですよね。今でも口コミとかあるからいいですよね。会社の口コミとかあるから、それじゃここブラックですから、なんか入る。牛タン焼き、美味しそうです。いい匂い。これ串カツですね。はい、串カツ。味噌串カツ。赤ワイン、白ワイン、美味しそう。日本酒、飲み比べ、蔵物語、特殊の子、赤いお前、自分の手が開けてみるの、あ、うまい、表現が、うまい、なんかそう、わがとらしい、そんな自然が好き、カメリってわけです、本人目の前に、そうですね、あ、うまい、かわいいね、かわいい、名古屋は自然で行こう、自然なのはいいね、すいません、あれ、これ、これ、あ、これ、すいません、ありがとうございます、あとダウン買えばっかりも、あ、ダウン返したな、ダウン返したな、ありがとうございます。 BS さんも、まあ、俺と KK さんもこんなふうなの買ったやよって、おすすめしたい。あ、買ってほしいですね。おるかもしれない。自分はあれ、あれ、カスタードです。カスタードですかね。たまにコメントくれるんで。最近でも白石さんとかもなんとかですか。めちゃめちゃ増えていたんですよ。あ、ブログのなんか増えましたね。人が。ラクストーン、おすすめの名前も。ブラストーン。ストーン。ブログを見てもらってますよ。ブログから、あ、ブログ見たんですか。あ、珍しい。はい。比内地鶏の三崎です。いや、美味しそう。もちろん。浜さん、これ浜さんのブログでこれ覚えてます？テントの。あ、覚えてますよ。これ実は僕がリクエストしたんですよ。2日前に。あ、そうですか。そう、そしたら多分浜さん近くにあげてくれたので、多分俺のやつで反応してくれたかなと思って。あ、多分そうですね。本当にそんな感じなんだけど。そう。この頃から始めたんですよね、父さん。そうそうそう。あ、その頃から始めた。テントワーク。そう。あ、テント何買ったんですか。あ、テントワーク。ネイチャーハイクのやつですよ。いいね。結構いいみたい。軽くてね。いや、でもやっぱ浜さんのあのダンロップのやつが欲しいですよ。あれ高いですよ。ですよね。今また高くね、物価が上がったから。
そうそう、うん、まあ昼寝してね、うん、午前中だけダンロップ結構いいですよ、ね、普段あんまりテント泊しないじゃん、最初の頃なんかしてたけど、うん、一応山小屋にも泊まってみたいですよね、うん、山小屋に泊まって山小屋の料理を食べるのも好きだし、うんまあ、楽だしだこあの浜さん、あのレンタカーがあったで山小屋とかの食事が少ないんで、そう今そう遠出だったんだって、今北海道とかちょっと遠出が多かったんで、ある時からレンタカー使い始めたから、うん、あれと思って浜さん、あの大鳥小屋のおっさんどうでした、怖かった、いや、怖く、別に怖くない、なんかもう引退された後、なんか今年休みみたいですね、具合が悪かったみたいな ね、残念、もう年だからな、あのね、怒られんかった、これ私は怒られる。15時過ぎて到着すると怒られるみたいな、ね、そういうマナーの面で怒られるんですか、危険なことですよ、危険なことをすると15時までに山小屋に到着しなきゃいけない、ダメな、あれ、あ、そう、聞いたね、ご飯美味しかったって、美味しかったですね、あのごったごたの見るやつ、あー、あれね、あれ美味しかったね、何でもうまいって言って、何でもうまいって、オッケーです。オッケーです。向こうでホッケと食べたんですか。あ、ホッケは食べなかったですね。ホッケとシャンディが鳥。あ、ウロちゃん。ウロちゃん。ウロちゃん一つ。他だビール。私ね、これも。うん、あ、これ、あ、引き酒、引き酒ね、選べるんですよ。そうね。引き酒ね、そうね。何種類かあるの？8種類ぐらいあるんですよ。8種類。一緒なんでいいよ。一緒なんですよ。うん。イカケセット。イカの塩辛でございます。ステパーセイドで気をつけください。イカの一夜干しです。はい。イカの一夜干し。いや、結構いっぱいありますね。ああ、じゃあ、タマさん、もうちょっといっぱいやってきましたね。全然多分。出番もらって、あ、手羽先、あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます、どうぞどうぞ、あ、うまい、今度いつライブやるの、あと月1で12月、そっか、12月な半ばぐらいにね、やろうかなとか思ってますね、うん、山形リンゴ酒桃山形リンゴワイン美味しそう、お会計は、はい、36,185円です。あ、そんなにいかなかったですね。よかった。はい、じゃあお願いします。5秒ほど、お願いします。はい。1,2,3,4,5。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。4人で新時代で二次会です。元気しね、美味しいですね。美味しそうです。原作ユッケ。これね、あのヤギちゃんのね、あの水着、あの水着姿ですね。ヤギちゃんね、うん。あの温泉入るわ。あの時水着姿になるわ。あれが好き。あれ。どうも、お前がなんかね、登山ユーチューバー集まってさ、なんで、私払うからいいっすよ、私払うからいいっすよ、そんなわけ短い、いいっすよ、いいっすよ、私払うからいいっすよって、いや、申し訳ない、いいですよ、隣に。浜さん、これで、全部だよ、これ。二次会は8,470円でした。いや、申し訳ないですね。気を使ってもらって。今18時半です。オフ会が終わりました。いや、楽しいオフ会でした。いっぱい飲んで、食べてお腹いっぱいです。お土産もね、いっぱいいただいちゃいました。ありがとうございます。いや、すごいですね。夜景がとっても綺麗。では、これでね、東京に帰りたいと思います。また来年もね、名古屋でオフ会やりたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。